淵田光雄、真珠湾攻撃の空襲部隊指揮官として歴史的な、トラトラトラ、我歴修正功せり、を発信、真珠湾攻撃は、米太平洋艦隊戦艦4隻を大破させるなど、大戦果を挙げました。その攻撃開始直前に、淵田中佐は奇襲攻撃の信号弾を誤って2発撃ってしまい、2発は強襲攻撃の合図のため、一斉攻撃が開始されてしまいますが、当時の熟練艇乗員たちは、臨機応変に対応し、大戦果につなげたという逸話もあります。真珠湾攻撃の空襲指揮官に淵田が任命されたのは、作戦計画立案者の源田稔中佐の要望でした。攻撃後も数日とどまり、不在だった敵空母を撃滅する案を、淵田は源田と共に、南雲司令長官に進言しましたが受け入れられませんでした。やがて敗戦となりますが、彼は戦犯として真珠湾攻撃の罪に問われることはありませんでした。戦後はキリスト教を信仰し、アメリカに渡り伝道師になります。ハワイでも、真珠湾攻撃の指揮官、淵田ですと名乗り、活動しました。淵田は武人としての信念に基づき、自分が真珠湾の空襲指揮官として米軍に被害を与えたことを決して謝罪しなかったそうです。